どうもこんにちは、三浦です。プリンセスショータイムだよね、やってきます。さあ今回はワールド2という言い方が正しいかどうかわからないですけど、ラスボスじゃないな、前回ボスやっつけたのでワールド2行きたいなと思います。うん、ここも多分劇場が4つあって全部クリアしたら真ん中のボスと戦えるみたいな感じかな。じゃあまず順番からいこうか。順番通りにいこうね。さあまずこれ、剣士と亡霊の城、やばい、ちょっと楽しそう。 Let's go。 これ結構ねホラー系好きみたいだね。ルイジーマンションとかめっちゃ好きだしね。お化け出ちゃうのか。剣士と亡霊ってどういうことかな。剣士の亡霊じゃないよね。ピーチが剣士になって亡霊と戦っていくみたいな感じになるのかな。あー、そういうことね。そう、ちょっと来てくれって言われてるね。そんな誰もいないって。このお花なんだ、なんだ。お、この城は俺様がいただいた。無断で、はい、結構お化けっぽい感じで出てきたね。こうだー、剣士殿ー。なるほど、お化けも剣士だったんだね。助けてください、あいつらの変な力で閉じ込められたんです。お、切れる。この剣は何でも切れるのか、もしかして。とりあえず敵をやっつけて。なんか中にいるおじさんたちも一緒に切ってそうだけどね。オッケー、お金ゲット。さあ今回はちょっとかりんとうみたいなねアイテムがあるんだけど、それを、なるべく取れるようにちょっと気をつけながらちょっと進んでいこうかな。さあなんか輝くやつがあるね。怪しいのがあるぞ。これだ。これボスと戦うために使うやつなので、数が足らなくなるとステージ進んでもボスと戦えないみたいなね、ちょっと悲しいオチがあるので、なるべく取っていこう。さあ剣士様ー、助けてー、体がお、上には行かせないってことで、上、お、かっこいいな、なんか。なんかゼルダのリンクのね、なんかカウンターが決まった時ぐらい気持ちいい。ちょっとあれだね、なんか攻撃が決まってないね、ガードされてんな。ガードされてんね。うん、結構連打すればいいってもんでもないね。むやみに攻撃してても結構ガードされてる。オッケーオッケー。お、なんか色出てきたよ。あ、本体かな、あれが。おしゃくなー、さすが剣士様。ハートゲット。お、かりんと2つ目。今んとこは結構か。あ、上がどうとか言ってたね。上行くんだよね。上には行かせないぞって言ってたから、こっち、あ、こっちから。貴様また落としてやる。どうしても上には行かせたくないみたいだね。ジャンプ危ない。ちょっと待って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 、見てなかった見てなかった。ちょっとあれ取りたい。はい、これ全部取ったぞ。オッケー、3つ目。さあこっから、お、なんだこれ、ならどうだ。落ちてくんのかな。痛い。
上から落ちてくんだね。さあ、壊して壊して、オッケー、やめてやめてやめて、数多い数多い、ハートゲット、あお、すごいやつめお、ここにもある。オッケー。あれ、二つ取ってない。なにー？どこにあったんだろう。さ、そろそろあいつと戦うのかな。登場の仕方がかっこいい。もうこれボス戦でいい、良くない？ジャンプ、攻撃加えたいけどどうすればいいんだろう。あ、後ろを狙うとか、うん、違うな。倒し方が分かんないだろ。あ、いや入った感じがしないな。かわして、横、あれガスって言ったけどな今。うん、どうすんのこれ。なるほど、直前で攻撃食らわすんだ。避けちゃ、避けるんじゃないんだな。床がなくなった。え、なになに、うわ、今の避けられなくない？床が戻ったぞ。当たる直前に攻撃を食らわして、あ、横から来るかな。当たる直前に攻撃、よし、 OK。 あ、ちょっと今欲しかったな。入ってる攻撃、入ってなさそうだな。ジャンプだな、直前にジャンプで攻撃するんだ。ようやく分かった。おお、かわして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 、二つかりんとう、かりんとうっていいのか、あの呼び方教えてほしいな。さあ、ボスっぽいやつも出てきたし、結構楽しかったぞ。次行っちゃおうかな。ボスは何体出てくるのかな、ラスボスまでに。結構ステージがね、作り込んであるから、ボス4人ぐらいかな、そんな感じがするな。ありがとう、キラリスタはいなかったけど剣士のお話は元通りになったみたい。
え、今のってキラリスタの、確か主役を演じられる人に託されるキラリスタの心があるって。すごいよピーチ、君は剣士の心に認められたんだ。僕の誰かな、謎の声が聞こえてきたね。地下の方から聞こえる、行ってみよう。あれ、地下なんかあったの？地下なんかあったかな。なんか謎の声がねちょっと聞こえた。あ、地下、もう勝手に言ってる。おお。なんかコインランドリーみたいになってるけど、おかしいな、地下にはこんなものなかったのに。そうか、剣士の心が託されたことで見えないものが見えるようになったんだ。なんか叫んでるね、閉じ込められてんのかな。ここから聞こえてくるよ。よし、行ってみよう。なんか入れたんだね。景色がめちゃくちゃだ。ここはお話の中じゃないよ。おお、うん、なんか異空間みたいなね、そこ来たけど。先行こうか。誰か呼んでるよ。なんか後ろになんかアイテムがある。こいつ敵を全員やっつけた方がいいね。何、一個どっかある。これか、この中。ハートダメ。どこか一個取ってないやつがあるんだけど、わかんねえな。先行くか。これハートだもんね。先行っちゃおうかな。お金は一体何使うのかね。100貯まったらワンワップみたいな感じかな。あれ、この先どうしたらいいの。とりあえず敵をバンバンやっつけるか。じゃあもう敵いないかな。あ、なんかある、なんかある、なんかあるぞ。ZL か ZR でアピールしよう。あ、なんか隠しステージ的なやつがあった。あー、見つけられなかったやつが見つかった。よし、あとは、あとは出ていくだけかな。登る、あれ、あ、またアピールか。よし、戻ってたよ、戻ってきた。さあ先行ってみよう。あ、奥行けるじゃん。誰かが呼んでる。こっちには何もないかな。よし、先行こう。あ、捕まってたんだ。剣士キラリスタが今助けるよ。
オスっぽいの出てきたね。やっぱあの通常に切りかかってもダメージ入んない。直前にジャンプとかでカウンター決めないとダメなんだね。ジャンプ、こうやって切りかかっても全然ダメージ入んない。で、あいつの頭を踏みつけてダウンさせて攻撃なのかな。おっと、いきなり突っ込んできたぞ。なかなか難しい。やばい、ダメージがやばい。うー、残り一つだ。お、入った。あぶねえ、残りハート一つだった。身長と剣の長さが合ってないんだけど。もう剣抜けないだろお前、その身長じゃ。めっちゃ強えこいつ。さあ、まさか中ボスでこんな強いのが出てくると思わなかったな。さあ、じゃあ戻って次のステージやっちゃおうかな。中ボス出てくるとやっぱいいな。こうやってみんな救出していくのかな。まさかキラリスタを閉じ込めちゃうあいつらの舞台空間があるなんて。でもこれならお話を元通りにすれば他のキラリスタも助けられるかも。ようやく一人助けた。結構な部屋の数があったよね。君たちのおかげで助かった。まさか力を奪われ捕らえられるとは。次は僕がみんなを守らねば。改めて感謝をありがとう。じゃあ僕たちももう一度2階に行ってみよう。部屋何個あるこれ。 1,2,3。 あ、でも5個だね全部で。なるほど。じゃあストーリーもようやく5分の1っていう感じかな。うん。さあ、あ、ここあれだ、1階だ。
2回ちょっと行って、ちょっと次のステージやっていこうかな。こうやったから次こっち行こうか。怪盗マスク、華麗なる潜入。わ、おかしなポスターがあちこちに。なんだろう、町の人に聞いてみよう。お尋ね者みたいな感じかな、違うか。強盗団怖いよ、元気出して。こっち行けないのかな。警備強化中です。こちらへは進めません。もう顔が険しくて、めちゃめちゃ険しい顔してたね今。グレープ強盗団とか出たらしい。おー、なんだ、早速。うん、あ、すげえな。盗み出し方が豪快だね。壁に穴開けてみたいな。さあみんな元気出して。あ、追いかけていった。あ、協力してくれだって。あれ捕まえるの結構大変じゃない。お、敵、しかも敵いるじゃん。ん、これどうすんの。おお、よくわかんないけど、これでダウンさせることができるんだね。ここは、上は行け、あ、隠してあるね。ここは行けないのか。あ、ダメだ。下行って。偵察ではここまでが限界かっていうのがいるね。話しかけられるか。上行けないから、ちょっと待ってよ。登っていくのかな。うわー、まさかの警備を抜けてきたのか。もしやその腕ならついてきてくれないか。お、下行った、こっちだ。どっち行くんだ。あ、中入ってくんだ。私の勘が正しければ。あ、そんなこと言ってる場合じゃないよ。君ならあの力を、怪盗、怪盗の力かな。ようこそ秘密結社へ。君ならこの装置を。どの装置、これ、これかな。あ、なんか光が出たね。これをなんかあそこに合わせるみたいな感じかな。こっちも動かして真ん中で合わせるんじゃない。お、あ、やばい、なんかすごい秘密、ほんと秘密基地的なやつが出てきた。なんだこんなで、再び指令室が使えるぜ。指令室なんだ。この変身のパターン何パターンあるんだろうね。あ、かっこいい、なんか。Leave it to me. Yeah. お、サポートドローンだって。ドローンは君の味方だ、あとは頼んだ。さあどうすりゃいいんだ。下に降りる。あ、そういうことね。
そこからビルに潜入してくれ。我々は君をバックアップする。まあ怪盗だからね、あのちょっと隠れながら。おおすごい。おお、なんかめっちゃ楽しいんだけど、ちょっと悪いことをしてるような感じも。あーなー、なんか今攻撃受けた。お金が持ってかれてる。鍵マークの前で B を押すと電子ロックを解除できる。なるほど。さあ解除した。これ下に降りていくのかな。 あれに見つかったら良くないよねきっとね。したらどうしよう。あーほら見つかった。そういうことね。この紫の光をな、いやーもう、やった、危ない。いや難しいぞちょっと。難しいぞ今回。さあここもロック解除して、ああやばい、なんか光が復活してる。 OK、 下だよね。下下がってなんかある。上、ちょっと待って、あれ？うっ、いけた。開いた。これは金庫だよねきっとね。これでダウンさせて。うん、これどうすればいいんだ。これダウンさせて、ちょっと痛い。わ、上に乗れない。あ、乗れた。 OK。 でこれを取って、うっと危ない。今度はちょっと左のやつ取ろうか。取って、これか。これを解除する。ちょっと待って。これを解除して。やった、みんなの宝石を取り戻したぞ。気づかれたか、早くそこから脱出するんだ。逃げよう。ちょっとダウンさせて、あ、もう開いてんだ開けようと思ったけど開いてたな。
はどうするんだ、上に行くのか。やばい。おし、オッケー。屋上まで来た。おわ、こんなところを追いかけてくる。こんなところも追いかけてくる。わあ、楽しい。紙飛行機、まさかの。高すぎる。おーっと、ちょっと、うわあ、取れない、あれ。まあ、ゴールできたからよしとしよう。Yes. Piece of cake. Thank you. だんだん難しくなってきたぞ、これ。ふう。さ、じゃあ次回はちょっとボス戦まで行こうかな。残り2ステージやって、その後ボス戦みたいな感じで。いや、2ステージやると結構疲れるな、これね。 100m 全力疾走したぐらいの疲れが、疲労感がある。さ、次回はじゃあスノーフラワーオンアイス、こっからやっていこうかな。なんかどのステージも楽しそうだね。名探偵の事件簿、あー、これなんかコナンっぽい。狙われた壁画、さっきもなんかエージェントみたいなやつでね、なんかちょっと怪盗っぽかったけど、いいね、面白そうだな。よし、じゃあ次回は2ステージやって、しかもボスまでやっていきたいなと思います。